皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは怒りの感情に支配されないということについてお伝えしてみたいと思います。怒りの感情ね、ありますよね。普通にあります。はい、私は別に聖人君子ではないので怒りの感情は持ちますよ。いろいろなところで、特に怒りを感じやすい対象っていうのは人間であることはもちろん多いですよね。で、ただ私がもう50年生きてるわけなんですけれども、特に会社員の時に学んだその怒りの感情に任せていろいろなことをねやってしまうと大概いいことなかったですね。はい、ですから怒るっていう感情は大事なんですけれども、それを上手に逃がす、ないしは消化させるとか、変換していくっていうスキルが、そもそも怒りの沸騰する沸点を上げておけば少々のことでは起こらなくなるっていう、そういうやり方ももちろんあるんですけれども、怒りの感情ってあんまり良くないですよ。やっぱりその感情に支配された状態でクリエイティブなものっていうのはまず作れないし、その念っていうんですかね、そういうものが乗り移りますね、作品に。だから例えば気持ちが沈んでいて今一つな時に、私はブログとかは書かないようにしてますし、あと YouTube とかの発信とかもしないようにしてるんですね。要はそういう陰な空気をそのまま撒き散らすことになってしまうからです。ですので、じゃあできなくなると大変じゃないってね、思うかもしれないですけど、だから怒りの感情に身を任せることなく、だんだんと、モチベーションを保ってご機嫌な状態で外向きの発信とかができるように保つっていうことをする。これもだから怒りの感情に支配されないっていうふうに実践していることではあるんですね。で、実際に私会社員の時にあまりにもその上司にですね、腹を立てすぎて言いたい放題言いやすいタイプだった人っていうこともあってですね、かなりのことを言ってしまったりとかする時があったんですよ。今思うとね、かなりきついこと言うよなって思ったりもするんですけど、でもその言葉って一番近くで聞いてるの自分なんですよね。だから全て私の体に跳ね返ってきて、発したことで余計具合が悪くなった感じになりました。言霊って恐ろしいですよね。そして結局いっぱい言うことに多分胃が耐えられなかったのか、腸炎っていうんですかね、腸炎になったことがあって、でそれで初めて今私はどうやら心っていうかね、体にダメージを受けてるらしいっていうのを自覚したのは、そういう炎症を起こして血が出た時に初めて分かったっていう感じだったんですよね。だから怒りの感情に支配されていると全てがそのフィルターがかかってしまうので、そもそもそれをためない、ないしは逃がす、散らす、散らすっていうのは怒りのパワーをそのまま人に押し付けるとかっていう意味じゃなくて、うまく小さく分散して壊していくみたいな、そんなイメージですね。それをやれるようになると日常生活がですね、かなりこう順調にうまくいくようなイメージがありますので、ぜひそんなことも気をつけながら、怒りって何か人に言って攻撃してしまいそうになる時には私の言ったことを思い出していただいて、自分のね感情が今どういう状態なのかということで、それに支配されないようにしてみるというふうに、やってみていただけるといいかなというふうに思っております。それでは。